皆さんこんにちはレック専任講師の佐々木博美です本日も、えー、一発合格の秘訣、えー、過去の一発合格者の、えー、合格体験談ね、えー、こちらを見ていきましょう、えー、こういったあのレックの方で、えー、過去の一発合格者 の合格体験談をです、ねえー、冊子になっておりますすこれですねあのレックの方に資料請求していただければレックのサイトからでもコールセンターからでも資料請求していただければたくさんの一発合格者の体験談載っておりますのであの必ずご自身のヒントになる方あの、ねえー、こういった人になりたいあこの人の意見参考になるなといったところがあると思いますので、えー、あのゲットしていただいてあの入手していただきたいなと思うんですが、えー、家族が いたからこそ頑張れたというね、えー、Y.M さん、えー、という方なんですが。 まずこの方がこの方社会人受験生だったんですが法律学習経験全くない方でしたで司法書士を目指した理由というところでこの方高専卒業ということで大手企業の専門職というかそういった高専で持ってる知識を生かしてという方だったんですがただ学歴がなかったというところで将来のことを考え 帰ると、ねえー、お手企業とはいえなんかちょっと不安だというところで今の時代にと思うかもしれませんが高専卒というのは微妙なポジションでしたということをおっしゃっております。で 結婚出産をを機ににに収支のバランスを真剣に考えるようになりました。何とか良い条件の良いところに転職しようにも学歴が足りませんおまけを言うと誰かの下につくのもちょっと疲れた感もあったので独立し生活のできる仕様書士を目指しましたというのが仕様書士を目指したきっかけということでした。で、あのー 意外にですねあの、主要書士を目指される方あの合格者の内訳を見てても例えばその法学部出身か否かでいうと半々なんですねであの。特に法律学習経験がある方法学部出身の方が、えー、そういった何か法律系の資格を取ろうかなという、ねえー、そういったきっかけに踏み込むことが多い、えー、のに 対してまああのまあそういったきっかけから始められる方も多いと思うんですがあただ意外にねあの全く今まで法律学習経験ありませんでしたという方も半分ぐらいはおりますであの実際私もそうなんですけれどもあの私のクラスの出身者の方もですねあの、まあ、いわゆるいいとこ大学例えばあ東大法学部の方からあ中卒の方までいいらっしゃいます、えー、様々な方いらっしゃいます。 でえーまあ、あの特に働きながらの方でもこういった、ね、専門職、ね、の方もいらっしゃいますし、まあ、あの特にあのそうですね 割とと多多種種様ななのかなとで、えー、業種も本当に多種多種様というイメージですもちろん例えばその銀行さんだとか金融機関系の方、まあ、あの仕事でちょっとね使用書士さんとおよくう、ねえーあのー、接することがあるからというところで使用書士目指してみようと思いましたという方もいればあよくわかんないけどなんかね、あのー、難しいいわゆる独立一、まあ、本で、えー、一生食えるだろうみたいな資格の中からあ、ねあのー、ちょっと使用書士ってどんなもんかと思ってきました。 という方もいらっしゃったりするぐらいで、えー、比較的、えー、進むのは広いような感じはいたします、えー、今まで何をしてきたのかっていうのはああんまり関係ないかなとおいったイメージです でえー、この方も、まああのねえー、新十五か月合格コースうーこれを学習あの、ねえー、選択されたんですが「えー、今まで科学一筋やってきた私にとって家信法は知っていても民法って何ですか六法って何の法律と?」と法律については全くのど素人でしたとまあそんなもんですよ。 ええー、逆に「えー、生地知らない人」の方があゼロベースで勉強できるので、えーねあのー、中途半端に何か知っている方、まああのー、それも、ね、活かしていくことができるような方であればいいんですがあのであのぜひです、ね、法律学習経験ある方に1、ねあのー、つアドバイスといいますか注意点といたしまして知ってたとしても 知ってててたたたととしてももう初心者のつもりで、えー、聞いていいいだきたいなと思います例えば「ある何かの話がありました」「結論知ってるよ」と「うんその話うん知ってる」と「生クラ焦って「うおう知ってる知ってる」みたいな形で聞いてる方と「でいや私初めてです何ですかそれ」みたいな形で、えー、食いつくように聞いている方で言うと「 割とですね、えー、その食いつくように聞いている方、えー、全く学習経験ない方の方がうん知ってるよとメモも取らずに聞いている方よりは一発合格される方多いんですよ。あのーまあ、あやっぱり学習ののススタンスの違いいだと思いますで、えー、司法書試験の場合はあ,ある制度がありましたこれってこれこれこうでこうなってるんですだからこういう結論なんですという考え方の筋道を身につけていくこと。 これがあ法的思考力を養うといった面においても必要となってきますので、えー、ぜひですね、えー、法律学習経験ない方は、えー、むしろないのは武器になると思っていただいてで逆に法律学習経験がある方はそれを生かしつつプラスう、ねえーえー、それを武器にしていただくうそして、えー、そこをしっかり隙間を埋めると。 いい結果これを引っ張っていくことはできるんじゃないかなと思います。 でさらに、えー、こういった講座まああのね十五ヶ月合格コースで、えー、利用しているテキストブレイクスブレイクスルーテキストというものなんですがでこのブレイクスルーの良かった点というところテキストですね、えー、まずは教材の多さに驚きましたこれを全部目を通せるのかと不安になることもありましたで、えー、なんと言っても初級者向けであってまあ,あ講義は当然ね説明がつきますので、えー、説明が丁寧です、えー、図表も多く多いため、えー イメージしやすく、えー、頭に絵が残ると的テ,、えー、テスト中に思い出しやすいですと。あの特にね私も講義なんかではよく言うのが、えー、図表をまあ、ビジュアルとして覚えていただくことをお勧めしますよ。例えば丸バツがついている図表なんかにも丸バツねこれをね色分けしておくと。 ある程度法則性というものもの見えてきますそしてまた講義の中で当然,当然、ね、図表丸暗記ってことではなくてあの、ね、理由付けできるものはできるだけ図表理由これお話をしていったりしますけれどもただ、えー、ビジュアルこれを入れておくと、えーまああのね、問われた時に知識が整理しやすい、まあ、思い出しやすいといったところもあろうかと。 そして科目ごとりえすそういった時にさあ思い出そうとテキストを開いてすぐに思い出せるのが強みでしたと。でただねこの方の、ね、2ヶ月ぶりにそのテキストを開いてみた時に、えー、思い出せるこれは講義中にしっかりメモを取っていらっしゃったからのはずなんですね。であのー まあ、講義中は説明があるから分かるような話であったとしても、えー、講義中私はあせっせとメモを取ってください大事なところには色つけてくださいあのキーワード的なところこここうじゃないから気をつけてねという,う間違いポイントを先回りして言及することも多いです。でそういった時にここはこうじゃないとかあ A さん B さん C さんがどうしたこうした具体例が入ってたりすると2か月ぶり3か月ぶりに戻ってきた時にまっさらな状態のテキストだと ある程度もね、えー、あのー、結構忘れてることも多いので、えー、あんま独学と変わらなくなってしまう。ただそこに色が入っているこうじゃないよと書いてある A、B、C という図が書いてあるだけでも思い出せるとっかかりも入ってくると思います。で、あのー、ね大事なところにキーワードですよとこここうじゃないから、えー、長い文章で読みにくい文章なんかはあね、えー、区切りながらこここうやって A、3B、3C、3っていう具体例ながら読んでいきます。で、そういった書き込みが入っていることによって後々戻って ってきた時に記憶を思い出しやすいといったところはあろうかと思いますので、えー、ぜひですねせっかく講義を受けるのであればあねえー、まあメモを取りながら講義を受けることで、ねえー、これをお勧めいたしますでさらにねあのこの方通信で受講されていた、えー、といったところであのー、まあ インターネットフォロー制度これを利用されていたというところでフォローアップ制度の良かった点いくらテキストを見ても分からない時はありますまたインターネットで検索していると時に,時に間,違った上間違った記載がされている時もありますそういった時に「素直に分かりません」「何々の時はドバツバツとあったんですが本当ですか?」というインターネットフォローの質問制度で聞くことができきむこまやかに回答が返ってきました。であの実際この方あの方担当を 私だったんですけどもあの,私のクラスで私がインターネットで、えー、もう質問にも全てお答えしてるんですけどもでその時に例えばあネットで検索してみて「何、えー、たら知恵袋」とかありますよね、えー、そういったところ、ね「何々の情報はこうあったんですけどと」と、ねあのー、書いてあったりして、ねえー、ただ間違った情報って本当にインターネット上に多く転がっているんですよ。 でそしてまたいろんな受験生のブログだとかで、えーね、あの受験日記とかあったりいたしますけれどもただやっぱりね1年目の受験生さんのお勉強、えー、とお2年目3年目の受験生さんの勉強方法って全くやっぱり違うんですよ。年年目3年目ののの受験生さんの勉勉強強方法っていうのは一通り勉強し終えた上で 2年目3年目そして得意分野苦手分野も違うという環境なんですが1年目の勉強される方まず例えば1科目目2科目目ぐらいで一回ししてる人二回ししてる人の勉強法を参考しちゃダメなんですね。 えー、といったところで、えー、内容面もそうですし勉強方法なんかもネットの情報っていうのはある程度全部自分に置き換えてそしてまた丸のみ信用してみるのはちょっとそれはあやめといた方がいいかなと思いますでむしろ、えー、勉強内容の質問なんかに関してはインターネットフォローの制度がありますので、えー、そういったところで質問していただきたいかなと思いますそしてまた 勉強ですねその情報を安定するな今はそういう勉強の仕方をする時じゃないと今あなたが勉強するべき今この時期だったらこういう勉強方法した方がいいですよという内容面の質問のみならず勉強方法のアドバイスといったところもさせていただいております。 またしつこく聞いたら嫌われるかもという部分もありましたしかししっかり聞いて理解し結果を受かることができれば儲けもんですそこは腹をくくってどんどん、ね、使わせていただきましたとありますが結構ですね一発合格される方いい意味で皆さんずずしいです。 でその図々しというのはですねあのちょっと変な念な言い方になってしまいますがあ分かんなかったら聞いてみよう、ね、迷ったら相談してみようとおあと、えー、結構そのテンション下がった時にもお相談してみようというところでですね,ね直前期前とかあ、ね、直前期とかあ、ねあのー、個別相談のおそういった、えー、制度、あのーね、事前予約でお受け止まっておりますのでそれも利用していただきたいかなと思います。 であのさらにですね、講義の中ではあ結構ですね、あのーまあ、私に限らずですね,、あのーねえー、講義の中では過去の一発合格者、強者の話、えー、とかね、えー、いかにモチベーションを保つのか、ね、多少の世間話は大体入れます。で、ね、あーのーまあ、電話相談だとかあ、こういったものもしておりますので、あーのーまあ、そこをね、ガンガンねうまく利用していただきたいかなと思います。 でぜひですね、あのーまあ、あののー、まそういった、えー、講座を十二分に活用していただいて、えー、ぜひ一発で受かるぞという決意をもとに、えー、チャレンジしていただきたいかなと思います。で、えー、2、3回で受かればいいかなと思っている人で、2、3回で受かっている人はおりません。始める時点でよし、一発で受かるぞという決意を固めていただいて、で、えー、そこに向かって、えー、コツコツと、 淡々と勉強頑張っていただければなと思いますそれでは以上で終了ですお疲れ様でした